やかな風がピッチを通り抜けていきます。フットボールファンの皆さん、こんにちは、ジョン・カビラです。解説はおなじみの中西哲夫さんをお招きしています。中西さん、よろしくお願いします。どうもこんにちは、よろしくお願いします。エキシビションマッチをお送りいたします。これが本日の対戦カードです。試合開始の笛です。ドリブルという自己主張、ピッチという名のカンバスに連綿と描いていきます。クリス・ジアー、シュート。10分経過。ザウリ、シュート。ゴール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 、ガンビリバブルゴール。ゴール前での模様を今一度ご覧ください。小野、よく前を見ている。これはちょっと危険なプレーでした。ジュニア、スペースを見つけた。タム、これはファールです。キアン、ヘッドでエルソン、ジュニア、これはピンチ。前半あと10分です。オフサイドを取られました。パオロ、いっけいっけ、ドリブル。リケル、この壁パス、シュート。タッカハラ、ファンブル。おっと、前半終了の笛です。前半戦が終わったところで途中経過をお伝えします。得点は1対0。さあ中西さん、ここまでの試合内容を振り返ってどうでしょう。そうですね、もっと早い展開の攻撃を意識してほしいですね。はい、どうもありがとうございます。それでは後半戦に期待しましょう。さあ後半戦キックオフです。タム、
ファーポストを狙った。ジャンプヘッドで倒す。打ってきた、入った、ゴール、ブリリアントゴール、追加点。さあもう一度見てみましょう。ねじ込んだ。後半10分経過、シュート、これはゴールキック、キックミスでしょう。タムアルオス、パオロ、ジョバンニ、ここで折り返す、フラン、ゴー、なんてアートな。得点は2対1。さあもう一度見てみましょう。カット、交代選手がピッチサイドでウォーミングアップを始めました。後半30分経過、ジョバンシ、ファーサイド、シュート、ナイスセーブ。ダウス、差がつなぐ、シューパービューティフォーゴール、素晴らしいゴールです。着実に点を重ねます。さあもう一度見てみましょう。蹴り込んだ。出た、サピオ、オフサイドにはならなかった。折り返した、アンビリバボール、ゴール、スーパーゴール、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 ミラクルゴール。得点は3対2。さあもう一度、ダウス、ジュニア、ダウス、決まった、ゴール、エクセレントゴール。容赦なく得点を重ねていきます。さあもう一度見てみましょう。オーゴール、動き出しが素早いです。おっと、ここで試合終了の笛が鳴りました。粘り勝ちです。それではまず中西さんに試合について伺いましょう。実に素晴らしい試合内容だったと思います。はい、どうもありがとうございました。残念ですがこの辺でお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお送りいたしました。本日の解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それではフットボールファナティックの皆さん、ごきげんよう。